はいどうもゆらめさんが復活して余命3年だってことを公表して話題になってますね。で、どうやらね、大腸がんのステージさんらしくて、で、これについてね、こんな風にね、嬉しいとかね、ざまあとか、あと、嘘つくなとか、批判してる連中がいますね。 いや、ほんとね、許せないなって思いますね。うん。ちょっとね、あまりにも不謹慎すぎる。うん。で、俺ね、ゆらめさんの動画はね、昔見ててね、うん。あの、きりさきとかさ、あと、怪盗ピンキってあの、今のバンユンチャンネルのあの、バンビくんの方と一緒にね、コラボしててね、すごい人気でね、面白かったんだけどね、なんかね、突然と消えちゃったんだよね。うん。 で、まあ嘘ならさ、それは嬉しいけどさ、うん。ねこうやって批判するやつだってほんとね、許せないなって思いますね。うん。で、まあ本人はね、治療しないって言うからね、うん、まあ本人のね、意思を尊重するしかないけどね、うん、まあ22で大腸がんってさ、すごい珍しいじゃん。 で、それこそさ、お金のことだったらさ、ね、保険に入ってれば、多分ね、月の上限が8万円超えると、もうお金払わなくていいのかな。うん、自己負担の条件決まってんだよね。で、それこそさ、登録者39万人もいればさ、いくらでも稼げるしさ、あの、スポンサーになってくる人もいるかもしんないじゃん。だからね、個人的にはちょっとね、頑張ってほしいなって思いますけどね。うん。 まあただそこはね、本人の選択の問題なんでね。うん。いや、どんな選択でも最後まで応援してます。てこ。